おいほら、おいって、ああ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 あいない、大丈夫だ、大丈夫だわ、いない、大丈夫、大丈夫か。お願いします。え、今何してる、アルジャン愛してる、イエーイ、平成5年ぐらいの頑張るぞペンさんあ、暗くなってる。ポンさんまた僕を殺す気やろ。そうだよ、殺す気だよ。ギャル死んだ、ギャル死んだ、ギャルが死んでる。ギャル、ギャル、ギャル死んだ、ギャル超かわいい。どさくさです。誰だ、展望デッキどさくさ切る。こら、誰、手で直した、手で直した、私手で直したの見た、手で直した見た、見てた、見た。いや本当にペンさんは無理。じゃあどこが、じゃあどこ、そう、テンポ無理。せーので言う、私から言うでいい、うん、あ、せーのか、じゃあ言うよ、うん、せーの、左3つ、一番左と左から2番目。おお、合ってる、うん、待って、ちょっと、勝てたの遅くなかった今。え、いや、言ってたよ、一緒のタイミングよ。でもまあ、遅かったっちゃちょっと遅かったよね。ラグ、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 アミドルなのに、ラグ、ラグ。ペンさん、どこにいられたの、ありますやん、ペンさん。ん、ハテナさんやろ。は早い。西ペンギン、判断が早い。西ペンギンの分際で。でも京子さん入れてるでも。入れてないよ、京子は通報だよこれ。そうだよ。ああそうか。ペンさん。まあ、まあ、でも、まあ、でも確かに、いやいや、そんな僕の意見は持ってない。だから貨物組はできないの。貨物は俺となって。俺いたよ。俺いたよ。展望にマジで6人ぐらいいたの。貨物組いた人誰よ。あっちゃんがいて。あっちゃんがいて。ここいて。言わないやつやんちゃう。おい、いや、詩人さん、詩人さんいたろ絶対。俺もいたよ、俺もいた、俺もいた、いた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 、いました、キャリさんの音、持ってつけて、怪しい、取ってつけて、寝てなかったな、詩人さんが。いたいた、寝てた寝てた、ごめんごめん、ちょっと寝てた、寝てた、怪しい、急に怪しい。あなた、あなた、配信聞いて休みなさい、それは。いやちょっとすみません、本当にね、はい。ちょっともう HP ないよ、役職はスピードブーストあ、一旦見ようか、じゃあ消えなきゃ、じゃあスピード入れるわ、じゃあね、ペンさん、違ったら恐ろしい、はいはいはい、あと2秒してたら死んでましたよペンさんあ、やっぱりキル役職も出たいやいや、そんなわけないですか、出たんですよね、判断が早い、あ、やっぱりキル役職も取るで、ペンさん、おい、おい、ペンさん、ペンさん、ペンさん、おい、ペンさん、ペンさん、ペンさん、おい、ハッチャンさんは特に何もないでしょ、ペンさん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 、逃げてる逃げてる、ペンさん逃げてるぞ、ペンさん、逃げた逃げた、ペンさん、セリフ言ったらやっちゃやっちゃやっちゃ、とりあえずシェリフいたらポカだ、あぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、間違えた、間違えた、なんかすごい引っかかってたけど今とりあえずこれをしてこうかなって言ってたで、ちょっとスキップ、スキップなんで、え、どうしたの、どうしたこれ誰、右側で打ってた、なんかチラッと見えたけど、トタス、トタス、トタスさん、とりあえずもうハテナちゃん一回釣りましょうよ、うん、もう、あ、間違えたって言うて持ってたよ、詩人さん、いや、詩人さん結構釣った方がいいと思うよ、これ、いや、違う違う違う、今のは違うんだよ、だから今のちゃんと右行ったのか確認しに行ったのよ、俺、詩人さんスピードブースター使ってません、あれ、だから右に行ったか確認してから使おうと思ったんです、この人サイドキックなんじゃないですか、あ、これはサイドさんからやっとかないとは思うんだよね、なんでそんなロレッツ回ってねえんだまず一旦もうハテナちゃんを打っちゃいましょう、だから、いや、一旦さっきだって詩人さんがやってるから、ほら先に殺した人から撃てないのは証明されてますから、詩人さん、いや、ハテナはさっき殺せない、詩人さん撃てないから、ニセペンさんどこに入れたの、ハテナは先に殺せない方がいいんじゃないの
詩人さんから釣った方がいいよ。詩人さんに入れましょう。あ、違う違う、だから俺は判断が早い、そう言ってる。じゃあゲッサーの人、詩人さんスピードブースター打ってごらん。詩人さん、ゲッサーは死んで夏ぴょんやってん、ゲッサー。あ、もうそれじゃ証明できないですね。あらー、かわいそうで、走るから、走るの見せるから。じゃあ走れないくせに無理しないでいいよ。何よりの証拠で。いや無理しないでいいよ。それ後から後悔するからな、みんな。無理しないでいいってね。ハテナを釣るんだ、みんな。詩人さんですよ。おい夏を殺したのはハテナだよね。でいいんだよな、きっとな。これはどうなったんですか。まあ陣外サイドキック落ちたと見ても、いいだろうな、これは。そういうことか。なんかいい情報ないの、俺が打てる。あらねばならぬね、俺が打てそうないい情報ないの。そういや、くそ、おらおらつれつれでかでかファックが聞こえたぞいや、ビーフォーはフィッシュって言ったのにチキンって言いながるから。え、ちょっと待って、ニスベさんどこに入れたの。ハテナさん早い。ハテナさん詰めちゃう。いや、判断が早い。判断が早い。判断が早い。なんかもう待って、まだサイドキック渡してない。判断が早い。あ、確かに決まってるんだ。確かに決まってるんだ。どうせ詩人さんからさ、サイドキックよ。渡してないよ。これは柱。まずいっすね。これなんかいい情報ないっすか、誰が何とか。今のところ一個もないっす。一個もないんだ。一個もないっす。一個もないんだね。一個もない。こっから先は行っちゃダメだよ、危ないから。危ないから行っちゃダメだよ、こっから先は。大丈夫だわ。オッケーナイス。全然波動砲生きてたな。生きてるじゃん。生きてるね。あれ本当じゃん。どういうこと？どういうことだよ。何やったん？嘘つきだったんだ。詩人さんマジで何だったのじゃ。詩人さん？ただ。本当にただを嘘ついた。ただ使わなかっただけ。使ってなかったスピードブースターで。ただもしくはまあインポスターで語ってたかじゃない。あーインポスターのせいもあるか。イピルゲスター動かなかったもんな、スピードブースターで。じゃあ。言っとくか、俺嘘ついたけど俺がゲッサーやね。おお。へえ。あれなんて言ってましたっけさっき。ナスピョンがゲッサーやって、あのね、ナスピョンがトイレファンで見せてくれたから俺ゲッサーって言って交換しようって言ってね。なるほどね。ナイス。うん。ナイス。ちなみに死体ってあのエンジンですよね。あ、これ瀬戸さんなんですけど。はい。私はインポスターですっていうふうに言ったんで、僕はシェルフに聞きました。むちゃくちゃだ、もう。でも、だとしても、撃ってる人いるよね。そうね、波動砲ですか。トータスさんは撃てない。そうそうそう、波動砲撃てる。トッシンさんも無理ですね。できない。え、じゃあ誰。リサトラントッシン無理。リサトラントッシン無理、ニセペンギン通報無理。うん。でもこれってさ、なんかハッチャン、キョウコ、ポンズ無理じゃ、チャゲさんじゃない。じゃあいや、俺トータスさんと見合ってる最後、カメラ前で。え？俺そっから割と移動してるで。え、これでもサイドキック渡してから組んでるよね。石油から俺上がってメイン。うん、石油から電気室の方。トータスさんが撃っちゃえんじゃないの、チャゲさんを。石油からは撃っても、まあ展望側にぐらいしか撃ちようがないけど、チャゲさんが石油に呼びますよ。パン屋。僕はパン屋ですよ。え？え？僕パン屋なのに、なんでチャゲさんがパン屋って言ったのか。え、僕パン屋だよ。だからトータスさんがチャゲさんを多分あれで撃ってはいいんじゃないの。そうなんだっけ。あ、ゲッサーでパン屋で殺してくれたらいいよ。で僕がパン屋で死んだらトッシンさんまで釣ってくれたら。そういいですよ。僕ごめん、俺イビゲ罠にはめようと思った。トイレファンです、ごめんなさい。なんだトイレファンかよ。進まねえって、これどっちだ。繋
チャンさんでいいのこれ。チャンゲさん、チャンゲさん、チャンゲさん。違う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 。トシ、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 トシの方が。トシさんだと思うな。もうむず。わからん、これ。どっち。シンさんっぽい気するけど。トシンだとしたら、ミサトランと繋がってるわ。え、そうそう。だからサイドキックもらってから。ああ、それか。そっちの方があるね。だんだん見えてきたな。じゃ妨害しちゃおう。あなたどうする？チャゲポヨは生かしておくか、あいつ。あ、いや、言うてたからな。そうだな。チキンゲッサって言われてます。わかる。バレた今。今バレたかな、ミサトラに。ギリ、ギリじゃね、ベント見えたんじゃないね。まあ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 。おい。おお。あの、どうしたの？どうしたの？いや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 。宿舎通路でニセペンの死体さんは、ニセペンさんの死体は。おお。これは突進ランちゃんじゃないのかな？いや、俺もそう見えてますね。ファイヤです。ミサトランは無理っすよ。とりあえず。え、なんかトッシンさんが波動砲で、ランちゃんがジャッカル？今サイドキック？トッシンさんより。いや、ハッチャン無理。いや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 。まあ、俺はね、これトッシンさんが波動砲ジャッカル、そのトッシンさんをさっきかばってたミサトランがサイドキックや。いや、じゃあさっきチャゲさんがトシンさんが多分、まあ、サイドキックは分からんけど、まあトシンさんは確定じゃないじゃん。で、昇格して今誰かに渡してるトシンさんは今、え、じゃあこういう時ってランちゃんに渡したって言った方がいいのかな、サイドキックランちゃんに渡しましたよ。いやトシンさんの今近くにいる人に渡してるんじゃないの？今一番近くにいる人間誰だ？ハッちゃんじゃないの？ハッちゃんじゃないよ。いや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 、ハッちゃんに渡すわけそんなわけないじゃないですか、やばいやばい。まあ一旦トッシンさん釣ってえ、うん、続いちゃわない？そしたら続かないよ、だって京子さんに渡してるんだから。大丈夫大丈夫大丈夫、ミサトランを打っちゃいいんでしょ。トッシンさん入れるよ。じゃあ打っちゃいます。入れましょう、トッシンさん入れましょう。トッシンを波動砲で打つ。勝ち、はい勝ち、うますぎはい、うまい、完璧、はい、勝ち、完全勝利だ、すげえ、はい、完璧、任せろ、八山、さすがですね、はい、勝ち、すげえわ、そこ、疲労だったのか、それは頭にないな。何もしてなかった。